はい、こんばんは、高助です。高助の部屋15日目、ご視聴ありがとうございます。まあ、もう15日目ですね、早いもんで。まあ、いわば半月ぐらいやってることになっちゃいますけど、まあ毎日アップしてるわけじゃないんですけどもね、これからまたいろいろたくさん収録して、まあ公開の頻度も早くできたらいいなとは思います。で、今日やるのはですね、まあいくつかちょっと前以前の放送でご質問をいただいたので、それにお答えしたいのと、あとクラッチっていう新しい今度は技術ですね、これについて説明していきたいと思います。今日もよろしくお願いします。それでは始めていきたいと思います。ですね、今サイトって書いてありますけれども、以前の放送でですね、まあいろいろな解説やっていく中で、僕はあの左オープンサイトでしたり、右オープンサイト、もしくはまあ使ってないですけど、クローズサイトなんていう言葉を使ってましたけども、それは何ですかという質問をいただきましたので、お答えしたいと思います。まあ、僕スポーツいろいろやってる中で、これあのディダールの用語ではなく、スポーツの用語として使わせてもらったんですけれども、まずサイト、あの辞書で調べるとこんな風に書いてありました。ちょっとあの発音記号、僕読み方よくわかんないんですけど、サイトで合ってると思います。視力、視覚、見ること、見えること、光景、風景、眺め、まあなんかなんとなくわかりますよね。なんかなんとかサイトとかよう言うと思うんですけども、まあだいたいこの左オープンサイト、右オープンサイトとか、まあ正面サイトなんていうのは、そのまあ僕は向いてる方向みたいな感じで使ってましたけども、まあ眺めとかそういう意味が近いんでしょうかね。まあ具体的にどういう向きを何サイトっていうかは僕が勝手に決めて使ってたんで、ちょっとそれについて解説したいと思います。それではサイトっていう言葉の使い方をちょっと考えていきたいと思うんですけれども、まあ僕がよく言うのは、例えばまあ正面サイト、正面向きで、こっち、左オープンサイドで、完全な左向き、これ左サイト、まあ、あんま言わないですけど、左向きって僕言っちゃうんで、まあ、左サイト、まあ、逆に右行ったら右オープンサイドと、右サイト、まあ、オープンなんでしょうね、この45度とかのこの微妙なところを僕はオープンって言います。で、正面で、完全な横向きは、まあじゃあこれから左なら左サイト、右なら右サイトと呼ぶことにしましょう。まあ、完全な右向き、完全な左向きみたいな感じで言うこともありますけれども、あと背面みたいな、こういうこっち向いてるんだけれども、体はやっぱり画面見ますから、こういう踏み方になるとか、こういうのを背面サイトと言いましょう。でですね、でたまに使うクローズサイト、例えば左クローズサイトって言った場合には、左のオープンサイトと一緒なんです。左のオープンサイトと向きは一緒なんですけど、あの、なんですかね、こっちを向いてる左オープンサイトは、じゃあこうやって動こうみたいな、こんな感じで、まあ僕はなるべく向きを変えずに動くことがいいって言いますけど、まあ右オープンサイトならこっち向きって言いますけど、あの左クローズサイトって言った場合には、まあ、イメージです。オープンは体を開く、オープン、開いた動き、クローズっていうのは左向きで、左をクローズサイトと叩いて、引きの動き、下がっていく動きに関してはイメージでクローズ、開いていく、前に出ていくイメージでオープン、まあそれだけの違いですね。左オープンサイト、左クローズサイト、まあ大きな違いはないです。クローズとオープンは大体一緒って考えてもらっていいです。まあ、イメージで押しとか開きがオープン、引きとか締めとかがクローズっていうイメージですね。右もそう、右も開くんであれば右オープンサイト、こういう感じですね。で、締める、下がる、ひねるんで、引くとかであれば右のままクローズサイトみたいな感じで僕は使ってます。で、完全な背面っていうのはめったにないんですけども、もうこれは背面って呼びます。そんな感じでサイトという言葉を使っていきたいと思います。まあ、サイトの説明は以上です。またご質問とかありましたら、あのツイッターハッシュタグ高助の部屋で書いていただければ、できる限りお答えしたいなと思います。それでですね、まあ質問というか意見というか、まあやってみてどうだったみたいなことを一番いただいたのが、バーの持ち方なんですよね。
で、僕以前早く動くなら3本の指で持つのが一番やりやすいみたいな話をしましたけども、なかなか3本で持ってみたけども、この指3本だけで支えるのは難しかったですよみたいなことをいただいたんですけども、まあ、必ずしも3本じゃなきゃいけないわけじゃいけないっていうか、そういうわけじゃないので、持ちやすいように持っていただければいいと思うんですけども、パワーがいる正面不面の時は僕こうやって持つって以前説明したと思うんですよ。平で持つ。で、スピードのいる譜面は3本で持つ。ただ、なかなかこれ慣れないうち持ち替えっていうのが難しいし、譜面によってはいろいろ混ざってくるっていうのがあると思いますんで、まあ、この間の持ち方、まあ、2本、3本っていうのはありますけども、この、まあ、まず内側持つのは大前提です。これはもう本当にこれがひねりが届くようになるっていうのはこれはもう大前提です。力、ハの字に力を入れる、これによって上に上がる、腰がつかない、こういうだれて後ろについて動きづらいにならない、この内側からハの字、これは大前提です。で、持ち方、握り方なんですけれども、3本が難しい、ただこれに頼る、平に頼ると今度移動が難しいっていう時には、この中途半端な持ち方っていうんですかね、まずこうつけます。こう、なんですかね、こういうこの状態、ハの字で持つ状態、ハの字じゃない、平で持つ状態から少し返します。手をこうやって一回こうつけます。で、こうやって、まあ、もう普通に持っちゃったら一緒なんですけど、ここ、人差し指のこの付け根の側面ぐらいですかね、ここをつけて、で、親指と、で、3本の時はこうやって浮かせてましたけども、そこで力が入んない場合にはここ、何ですかね、薬指ぐらいまでかかるぐらい、小指はつかない、こういう持ち方で、小指、何ですかね、薬指が当たるか当たらないかぐらい、小指は完全につかない、こうやって、3本ほどの高さはないけれども、この平でもなくてこの中間みたいな、こういう持ち方があります。で、親指の力で少し後ろに押し、こうやって押し、なんですかね、そっちから見たらこう押してあげる、こうやって、そうすることによってこれだけだと倒れちゃうんですけども、この親指で押すことによって体が前に出ます。そうすると3本の指に近いこう前に出る姿勢、こうならない姿勢、そして、3本の指で持ってる時よりも平にちょっと近い、ちょっと乗ってる感じになるので、まあ、この中間っていうんですかね、3本の指の持ち方と平の持ち方の中間、こういう持ち方があります。これによって、まあ、スピード重視の踏み方と、パワー重視の踏み方の中間みたいな持ち方があります。ただこれに関しては親指と人差し指の側面で支えるので、親指とここで握る握力がかなり必要になります。まあ、握力に自信があればこれでいいんですけど、これで握力に自信がない、これやってて辛いっていう場合には、さらにこの平からですね、平の持ち方から、まあ、内側を持つを言いましたけど、ちょっと外を持ってですね、このここちょっとここを持ってたのをちょっと外を持って、ただあれなんですよ、こうやって離すんじゃなくて角度をつける、それによって今度ここですね、このこう平で握ってた、まあ、平のまま、なんていうんですかね、ここから角度を変えて、手の半分つく面積を減らして高さを稼ぐ、こういうやり方もあります。まあ、いろいろパターンはあるんで、まあ、自分なりの持ちやすい持ち方を見つけていただければいいと思うんですけども、まあ、何せその握り方はその握力とか手首の柔らかさとかによって自分で変えていいと思うんですけど、何せその内側ハの字は絶対忘れないでください。これはもう本当に高難易度踏んでて、こうなるのが一番で、なんていうんですかね、踏めない持ち方なので、まあ3本でもこうやって支えてるつもりでも、役力がなかったり腕力がなくてこうなってしまったりしたら意味ないですし、この2本の2本じゃない、平の持ち方を改良した場合でもこうなってしまうと指が辛いだけですから、まあ、どんな持ち方にせよ、反対でもいいですよ、これ逆手持ちとかもたまにありますけど、こうなるにせよ後ろに行かないこと、前になる、そして内側をも、なるべく内側を持ってハの字、逆手でもいけます、こうハの字で結局こうやって
背中に空間を作ればうまく動けます。この何ですかね、ハの字と背中の空間、そしてなるべく内側で開くっていうのはこういう意味ですね。こうやって帰ってくる、こういったらこうやって帰ってくる力を利用する。で、左右に移動したとき、どんな持ち方でもこの後ろにだれないっていうか、こう下がらないように、こっちでもこっちでも指の形、どんな持ち方をしてでもここの空間が保てる。この持ち方さえ、この空間の作り方とハの字の作り方さえちゃんと押さえていれば、まあどんな持ち方でも持ちやすい持ち方でいいと思います。まあその中で三根と平っていうのを、まあ、やったわけですけども、高さがあれば早く動けるし、低めに力を入れれば正面に強い、そういう感じですね。はい、今サイトという言葉の意味と、質問があったバーの握り方、使い方の説明をしました。で、今日新しくやる技術はですね、このクラッチという技術です。で、先ほどサイトの意味を辞書で調べたついでにクラッチも調べておきました、発音記号クラッチでいいのかな、意味、手などでしっかり握り、グイッと掴む、自動車などのクラッチ、駆動力を断続させる軽手装置、漢字読み方合ってるかな。まあマニュアルの普通運転免許とか持ってる人だったら、まあ、絶対知ってると思うんですけども、装置のことですかね。まあで、今回僕が使うクラッチという技術は全然こういう意味じゃないんですけど、まあこの装置って意味の方が近いのかな。手などでしっかり握るという方な意味ではなくてですね、単純に今までやってきた中でスイッチとスライドという技術があったと思うんですけども、これに関する、まあ、組み合わせたような技術のことを言います。まあ実際やっていってみたいと思います。じゃあクラッチについてやっていきたいと思います。まずちょっと譜面を今エディットで流しますので、普通に踏んでみたいと思います。今 2P 側のシングルの譜面だけ来ます。スライドを使ったり交互に踏んだりするとこんな感じなんですけれども、クラッチというのを使って今の踏んでみたいと思います。こんな感じですね。割とシングルでは一般的に使われている技術だと思うんですけれども、まあ、どういうことかちょっと説明していきたいと思います。まず全部今やったのは頭が同乗しなんですね。今、1P で説明しますと、下と右の同乗しから下左ってきた時にですね、まず同乗しで、ここでですね、右足で下を踏んで、こう、1、2、3っていう感じですね。あ、カメラ落ちちゃった。はい。1、2、3。何をしてるかっていうと、この同乗しを踏んだ後、次、下パネルを右足、左パネルを左足で踏んでる。まあ、右足で言えば同乗しの後、右を踏んだ後、下を踏んでるわけですから、スライドになります。で、左足は下パネルを踏んだ後、一拍空いて左ですから、ただの1、2ですね。タン、タン、タン。これだけですね。この時にですけれども、まあ単純な、これだけだとゆっくりやってますんで単純ですけども、速くなった時とかタン、タン、タンとかになります。この時にですね、まあ同調子を踏む。で、ここがこう来て、こう来るわけですね。この時、スライドとスイッチ、こっちが一緒に来てるようなイメージなので、ここちょっとバウンズアップを使います。覚えてますか、バウンズアップ。ここに行く前に上げるこの技です。まあ、ここの同乗しからバウンズアップとスライドスイッチ全部合わせて、これでタンタンタン。で、次の船一番、左と上の同乗しから上に右ってくるんですけども、これもバウンズアップとスライドを合わせてタンタンタン、まあ、スイッチも入ってますよね。
まあ、今までやった技術がかなり入ってる。簡単な譜面ですけれども かなり入ってます。これを僕はクラッチという技術として、名前を付けています。同助詞から移動、逆に同助詞になる場合もあります。左下同時なんで、ダンダンダンとかダンダンダン、逆にダンダンダン、こういうのがあります。で、今縦も途中にありましたね。縦の同時、この同時から上下が来た時、まあ縦なんで同時1、2でもいいんですけど、次の船が右とかにあった場合、この向き、今左向いてますけど、右向いたらこっち後ろ向きになっちゃいますよね。この時にこういう風に踏んだりする時に使うのがクラッチです。まあなるべくスライドの回数を減らすという意味ではあるんですが、この技術自体がスライドスイッチ、バウンドアップの総合みたいな部分がありますので、まあ、クラッチというふうに呼んでます。で、ダブルのクラッチなんですけれども、まあこれがちょっと難しいので、また譜面を弾いて説明したいと思います。じゃあダブルのクラッチですね、クラッチの説明をしていきたいと思います。とりあえずまずクラッチを使わずに普通に譜面を踏んでみたいと思います。スライスとかバウンドアップを使って普通に踏むというこんな感じですね。こんな感じの譜面がまずあるとします。今普通にですね、こういう風に交互に同調しの後、こういう風に交互に踏んでひねっていく感じ、まあ、こういうひねりですとか、こういうひねり、あとサイドの移動、こうやって移動していく、逆にこうやって移動していくみたいな感じでやりましたけども、これクラッチを使うとどうなるか、まあ、今シングルでこういうのをやりましたけども、今ダブルで真ん中に来ました。そうするとこう踏んでたのが同調しの後こっちになります。そうするとこうやってひねっていたのが正面で同調しの後クラッチによって正面で踏むことができます。またその後の渡り、引きのこういう渡りにここをクラッチすることで引きのこういう渡りになります。ちょっとやってみます。真ん中の同時からクラッチを入れます。そうすると正面向き、渡りにクラッチします。こんな感じですね。まあこれが普通にカズダンスみたいな感じが取れるんであればいいんですけども、前にも言った通りスライスの技術を応用してこれを取るのと、バウンズアップの技術を応用してカズダンスを取る、この2つやったと思うんですけど、同調子が絡んだとき、これをクラッチという技術でこういう風に、何せひねりをなくす、クラッチで正面にする、まあ、こういう向き、特にこれですね、こうなる縦のひねりっていうのは難しいですから、クラッチを入れることによって正面にする。で、最後の譜面ですけども、左右からこうやってすごい取りづらい配置ありましたけども、これクラッチすることによって渡りになる。ダブルではこういったようにクラッチを使っていくことが結構あります。でこのクラッチを応用してちょっと難しい譜面を、変わった譜面を踏んでみたいと思います。こんな感じですね。あんまり
フィシャルであんまりないですけど、これが使えることによって、向きを正面になるべくひねらず、まあ、スライスをさらに入れたりバウンズアップで移動できるように、まあ使える組み合わせていけるクラッチの使い方です。まあ、クラッチという技術自体が、スライス、スライド、スライド、スライス、バウンズアップ、スイッチ、これ全て使う技術ですので、まあシングルで意外に簡単にやってる技術だとは思うんですけども、ダブルになるとさらに横に移動が含まれますので、いろいろ考えて使ってみるといいんじゃないかなと思います。はい、そういうわけで、高杉の部屋15日目以上になります。サイトという言葉の説明と、質問いただいたバーの持ち方、使い方の、再解説、でクラッチという技術を今日新しくやりました。次回からですね、このクラッチも含め、今までやった技術を使う、また新しい何か譜面を解説していきたいと思います。また、よければ次回16日目ですね、ご視聴よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。高助でした。